カルロス・ビニシウスは、ブラジル・マラニョン州出身のサッカー選手。エール・リビジ・ PSV やイント・ホーフェン所属。ポジションはフォワード。ブラジルのマラニョン州生まれで、サントス FC のユースチーム出身である。2017年7月、ポルトガルのレアル SC に、レンタル移籍し、初めて、ブラジル国外のクラブでプレーした。2017年7月29日。 タッサダリーガの CF ベルネンセス戦で移籍後初出場し、その試合でゴールを挙げた。8月6日、リーガプロのレーション SSC 戦で移籍後リーグ戦初出場し、その試合でハットトリックを達成した。このシーズン、公式戦39試合で20得点を記録した。2018年夏に SSC ナポリに移籍し、直後にリオアベ f C にレンタル移籍した。 2019年1月30日、AS、モナコに、シーズン終了までのレンタルで移籍した。2019年7月20日、SL ベンフィカと5年契約を結んだ。移籍金は1700万ユーロ、契約解除金は1億ユーロに設定したことも、合わせて発表された。2019から20シーズンは、リーグ戦で18得点を決め、メフリタレミ、ピッツに並んで、 プリメーラリーガの得点王になった。2020年10月2日、トッテナムホットスパー FC にレンタル移籍することが発表された。10月22日、ヨーロッパリーグのグループステージ第1節ラスク、リンツ戦で初出場、初先発を飾ると、2アシストの活躍で勝利に貢献。11月26日の第4節 PFC ルドゴレツ戦では、 トッテナムでの初ゴールを含む2得点と1アシストを記録し、ヨーロッパリーグの週間最優秀選手に選出された。2021年8月31日、PSV アイント方ンに買取オプション付きの2年レンタルで移籍した。ありがとうございます。